こんにちは。こんにちは。こんにちは。バケモノライダーシーズン4第3話。今回もアフレコでお願いします。すいません。6月4日から8月31日まで英国フェアやってます。それでは今からどこに行こうかな。おーっと近づいてきて、はい。それではビーチ店、見晴らしの塔へゴー。見晴らしの塔に到着です。はい。お英国感出てますね。オッケーですね。あー、大きいですね。ガーデンテラス内での一番の絶景スポットらしいので、うん、行ってみましょう。少年何かしてますね。少年隅っこ蹴る、僕覗く。おお、目が、あ目が、あ入りましたね。あ入りましたね。あ英国感出てますね。あ英国感出てるか。まあでもやっぱこう日本にはない。あっこれ中腹からの眺めですね。あ、これてっぺんじゃないんですね。途中ですね、ま、英国館ここも出ております。全体的にこんにちは。あ、いろんな人に迷惑かかってますね。かかってますね。すいません。すいません。さあ頂上の方へ行ってみましょう。どんな景色が待ってるんでしょう。待ってるのか。ずいぶん登りましたよ。こんな景色がカメラが追いついて待っている。わお、ちょっと曇ってますね。そうですね、ちょっといい天気だったんですけど、今回はちょっと曇っております。いい天気に行ったらもっと和歌山の方まで見えるんじゃないかな、うん、けどこれでも綺麗やけどな。うん、綺麗綺麗ですね。綺麗、海まで見えてますもんね。見えてますね。神戸の海ですね。はい、おい、魚眼カメラで。これお得意の歌じゃないですか。お得意の歌なんだ。これ歌ってますね。やってもらいましょう。あ、やってもらいます。でも、はい、いいでしょう。やりましょう。それではタイトルお願いいたします。絶景。はいよ、早く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 行って行って。絶景を眺めて僕らはやってきた。足でリズムを刻む僕たち、化け物ライダー。はい、絶景で食べるアイスクリーム。イエイ。絶景アイスクリームっていうらしいですね、世間では。聞いたことないですよ。嘘、さっきネットで書いてたよ。超美味しかったですね。食べてるし、うん、やっぱ暑かったんで。こうも美味しかったですよ。皆さんぜひおすすめです。望遠鏡も見れますよ。100円で5分ほど見れますよ。ちょっと可愛い子が食べてほしいですね。いや、もうぜひ、化け物。あんまりコウスケさんの食べてるとこ見たくないですね。僕も見たくないですね。あ、それでは新企画、隣の化け物ライダーさん。盛り上がって。ですね、これはですね、これから出会ったバイカーさんを隣のバイカーさん、あ、隣の化け物ライダーさんと認定させていただきまして、手書きシリアル名前入りシールをプレゼントしていきたいと思います。それでは今回認定されたのはこちらの方。よくできました。ありがとうございます。記念すべき認定1人目、2人目はこの二方です。はい、2号さんと3号さん。ちなみに左の方が2号さん、右の方が3号さんとさせていただきます。なるほど。はい、ありがとうございます。しかもですね、この、はいはい、左の方がなんと化け物ライダーのドープな視聴者の方でした。ありがとうございます。奇跡の出会い。奇跡の出会い。びっくりしましたね。いや、びっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。だからまあ見ていただいたら分かるとは思うんですけど、僕がねもう常々笑顔、嬉しくて。でもこれ嬉しいですね。僕も嬉しかったですね。だまあちょっと音声がないのが残念なんですけども、ほんまに、ね、まあ、すいません。いや、ほんまにほんまにすいません。残念なんですけど、スタッフ2人もね大はしゃぎ。本当にありがとうございます。ほんまにありがたいですね。いいですね、こうバイカーの出会ったバイカーの人とってね、コミュニケーション取るっていうのは本来出会えてなかった人とこうやって化け物ライダーを通じて、うん、うん、出会えていけるっていうのが素晴らしいです。今から写真撮るとこですね、はい、これが記念すべき第1回目の、1号と2号と3号の記念すべき写真になります。まあ、実は本当は放送してないシーズン3で1回目やってるんですけどね。まあ、おったんですけどね。まあ、あれは化け物ライダーファントムということにさせていただきまして、あの二方は。またありがとうございます。それでは、ありがとうございました。
こちらが、バケモンライダー2号3号のバイクになります。2号のバイクはこれは刀ですね。刀って書いております。刀、超速いバイクでございます。書いてるから話した。いやいや、僕バイクショップ店員です。でこちらが忍者、おそらく忍者です。おそらく忍者でございます。超速いバイクになります。バイクショップ店員さんですよね。まあそうなんですけどね。まあだから日々勉強、バケモノライダー日々勉強でございます。不安やな。それではバケモノライダー2号3号さんとはここでお別れです。また会う日まで。また会いましょう。また会いましょう。お気をつけて。僕たちはバケモノライダー2号3号と別れて、次はこちらに来ちゃいました。はい、変わった建物ですね。こちらでは霊風体験ができるということで、うん、行ってみたいと思います。わでガウ、はい、お得意のガウガウ、困ったらあれするやつ。はい、それではこれが景色プラス、これは何ですかね。ロープウェイの使われてるか使われてないか分かりませんけど、あのすごいな、素晴らしいですね。こっちがすごい言うてましたよね。いやもう本当に素晴らしいですよね。そしてこれが霊風体験をする上で重要な、ね、重要な、これが息になるんですけども、これが冬場に水を溜めてそこに氷を作ると、その氷を夏場まで持たせてね、うん、そうこの中が涼しくなるよっていう霊風体験ができるところです。よう覚えれましたね。はい、ちょっとさすがに覚えましたね。それではさらに奥へ進んでみたいと思います。はい、こちらが入り口になります。休憩するところもありますよ。それは入っていきたいと思います。結構人いましたもんね。ここ結構人いましたね、うん、それでまあちょっと暗く映ってるんですけども、中は基本的に明るいですよ。それでくるーっと回りながら下に降りていくと、おわ、なんだここ、これね、吹き抜けがあるんですよ。今日ね、コウスケさんね、これね、この、はい、素通りするんですよ、ここすぐ。いや、吹き抜けをね、そこ止まるとこでしょ。でもここでスタッフが一人残って残って、ありがとうございます。この穴もおそらくキーポイントとなっているんではないでしょうか。気になる方は六甲ガーデンテラスをググってみてください。はい、中に入ってみましたよ。真面目に喋っております。なんかこれあれですね、絵だけ見たら、うん、ここを作った建築士のインタビューみたいなところ。そうそうそう、かっこいいですもんね。情熱大陸感を出しつつ上は吹き抜け、そうなんだね。なかなかの吹き抜けでございますよ。すごいですね。でこの中がですね、もうこの時点ですごい涼しくて、涼しかった、まあ、もう一段階下に降りれるんですけど、下に降りれば降りるほど涼しいんです。で夏やのに冬場の氷を持たしてる、このギミックが気になりますね。はい、こちらはですね、短冊、うん、短冊、そう、うん、六甲さんから七夕の時期だったんですよね。そう、うん、この時星に願いをっていうことね。8月7日までやってるって書きましたね。なのでバケモノライダー代表して私が書きたいと思いますよ。書いていきますよ。これぜひ見に行ってほしいですね。そうですね、うん、ここ行ったらありますんで。ありますよ。これいつまで展示してるのかな。8月7って書いてました。8月7日まで言いました。花の日までやっております。チャンスは8月7日言うてる間ですよ。書いておりますよ。何を書くんかな。さあ何を書いているのか、こちらです。バケモノライダーがみんなに見てもらえますように、ラブ&ピースって書いてました。ラブ&ピースまで見えてましたか。いいっすね。やっぱライダーたるものね、やっぱり世界の平和を願わずにはいられない。さすがですね。意識の高さ、意識の高さ、こうそして謙虚なところにつけるっていうね。いや結構高い、結構高いところつけてますけどね。謙虚なところにつけていきますよ。いいですね。これ赤いやつがバケモノライダーのですよ。そうですよ。隣の方は警察官になるって書いてあります。ありがとうございます。はい、あー、それでは気がつけばエンディングとなりました。今回、シーズン4、後半にはですかね、アフレコになってしまいましたけども、いや今後はこんなことがないように、ないように気をつけますので、まあ、気をつけますけども、まあこれはこれでありやったんじゃないかなと、一つの可能性を、うんうん、示せたんじゃないかなと思います。なのでオールオッケー。
大丈夫かな、大丈夫じゃないかな、大丈夫じゃないかな、はい、すみません、たどたどしくてすみません。それではさよならと言っていますが、皆さんまだ見たいでしょう。それではシーズン5でお会いしましょう。かっこいい、おー、いや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 、かっこいいかっこいい。出ました。